いよいよ開幕したフジロック。ローリングストーンジャパンでは29日に出演するボブ・ディランのアーカイブを再構成し、ライブ前日まで全12回の連載記事をお届けする。第11回は21世紀3部作について。1997年にリリースした、タイムアウト・オブ・マインド、以降、ボブ・ディランは何度目かの全盛期を迎えている。同作はグラミー賞の最優秀アルバム賞を獲得。2000年には映画、ワンダーボーイズの主題歌、シングス・ハブ・チェンジドがアカデミー歌曲賞を受賞した。そして、2006年作のモダン・タイムスでは、30数年ぶりの全米1位を獲得している。ここでは、近年のディラン復活の足がかりの一つであり、最新のライブでも収録曲の、Honest With Me がセット。リストに織り込まれている、Love and Theft 2001年についての貴重なインタビューを振り返りたい。今やっていることは、自分のキャリアだという気がしない。強い衝動に動かされているような感じなんだよ。Love and Theft は、シカゴブルースやティンパンアレーのクルーニング、ジャンプブルース、ウェスタンスウィングといった、ロックンロール以前の時代に立ち返ったアルバムだ。ディランはこのアルバムを、モダンタイムス、2006年、Together Through Life に、009年、と続く三部作の一作目として位置づけ、アメリカ音楽の芳醇な貯蔵庫の中で遊び続けている。この、Love and Theft について、ディランはローリングストーンの取材。で、世代を超えて語りかけてくるアルバムになればと思う、と語っている。そうなることを目指して作ったんだ。だってね、長年やってきて、この時点でまた一枚アルバムを作るって、今やっていることは、自分のキャリアだという気がしない。強い衝動に動かされているような感じなんだよ。Edited by the Sign Magazine フジロックフェスティバル18期間、2018年7月27日、金曜日、28日、土曜日、29日、日曜日、会場。新潟県湯沢町苗場スキー場、ボブ・ディランは7月29日、日曜日、に出演 http://www.fujirockfestival.com 本記事は、ローリングストーンジャパンから提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。